7月にオランダで開催される第30回ハーレムベースボールウィークに出場する大学日本代表。その選考合宿が6月18日から20日の3日間で開催されました。まず大学日本代表に選ばれた24名がこちらになります。高校野球 .com では2日目の紅白戦を取材しました。今回はシリーズでお届けします。まずはシートノック編となります。シートノックに入る選手は全員一流選手ばかり。まさに豪華な顔ぶれとなりました。吉田はい、天理。奈良間。どうせ。野口。はい、野口。有馬。有馬。
今回は以上になります。打球さばきやスピード感はやはり別格でした。次回は選手たちのこの日のパフォーマンスを詳しく紹介していきたいと思います。お楽しみに。最後にお知らせです。高校野球 .com YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。インディゴコンディショニングハウスの上栗です。この度株式会社完全さんから5月23日に球速向上プログラムという書籍を出版させていただくことになりました。ありがとうございます。こんな感じの本ですね。全ページ252ページあるんですけども、オール写真でカラーになっていて、とても分かりやすい内容になっていると思います。ピッチャーがどういう風にして球速を上げていくのか、そのメカニズムとドリルとトレーニングを本と動画でその概要を解説してあります。メカニズムと投球フォームを完成させるドリルと、そして球速をより向上させるためのトレーニングの一貫したプログラムを今回この本で、皆さんこういうふうに、写真で分かりやすく説明してあります。難しい言葉のところは動画で解説をつけてます。ぜひ皆さんこの本を読んでいただいて、手に取っていただいて、この速いマウンドから投球フォームを作って速い球を投げるっていうことをやってみてください。よろしくお願いします。